前線の4人ですよね、はい、菊池、川田、奥貫、黒川、ここの辺がポジションを入れ替えながら本当にこうディフェンスラインの背後にも飛び出していくことができる。セカンドボールはまた三角、そして前線に送ります。ドリブルが得意な奥貫が1人剥がして、遠いサイドには黒川がいるが近いサイドのカーターを使う。ゴール前には11番の奥貫と10番の黒川、サイドを変えてここに8番の真渡のクロスが入ってヘディングシュート、完璧なクロス、完璧なヘディング、先制点大宮。ヘディングもしっかりゴールキーパーの足元でした。そうですね、うまく叩きつけて、ウィングバックの高木にはサイドバックの真渡が、そこから逆サイド通したいですね。そうですね、長いボールを送る右のサイドの小暮、さあここは小暮勝負ですよ。小暮が勝負に行く、クロスが上がった、藤本のヘディング、近いサイドを狙った西岡スラスだ、先輩の川村に対して松本のプレーでした。川田が広げて、さあ真渡りだ、クロスが入って菊池のシュートは打てませんでした。この後ミカド広げていって、くしびきからサイドの真渡り、小島を使います。釣り出された栗山、逆サイド、さあ最後詰められるか、最後オウンゴールになりました。ここでダイレクト、小島いいプレーだったですけどね、はい、ここは奥に来て早いですしね。いやできない、真渡り下げてシュートを打った三角、さあ逆にカウンターチャンスは愛媛、藤本だ、さあ先ほどはカードをもらって仕掛けるシーンがあったが、藤本が自分で行かず石井を選択、素晴らしい田中でした。藤本が入れ替わったんですが、そのプレーはありません。さあ柴山です、ラインを下げてしまうと低いボールを選んだ、さあ今打てるか、最後黒川打てない、から強いと一言ありました。これ難しい姿勢ですしね。ただ本当に一戦を迎えています。松本がトラップしたところしっかり落ち着いてボール奪って、今です、必死に前線上がっていくカータ、潜るようにして今の後ろ回っていきました。今がフェイント入れて右足のシュート、速いボールだ、小島が得意の左足、預けて柴山クロス、今が打てるか、自分たちの目指す形、この辺が味方が入っていることの良さですよね、はい、回ったり入れて、いいボールだ、中央だ、柴山は左サイドに張っているという、ですがシンプルに入れて、ドローで決着です。